입니다안녕하세요아카냐입니다はい、ということで今日やる企画は何でしょう。今日の企画はデパコスプチプラ反応メイクです。デパコスとプチプラコスメを使って半分ずつメイクするってことですね。はい、先生。そうです。ヤンさんが、はい、あの珍しい読み方私にメイクしてキエちゃんにやります。じゃあ どっちがデパコスがいいとか言います。分かんないようにお願いします。分かんないように了解です。じゃあメイクをしましょう。はーい。あはい、映しました。白っ。だんだん背景と同化していこうな。動画後半になるにつれこっちプチプラで、こっちデパコスにします。はい、じゃあまず下地、こちらがデパコスで、こちらがプチプラです。プチプラの方はサナエクセルグローブルビンズカタカナカタカナ嫌い、グローブルミナイザー UV ね、ピンクです。こっちがポール&ジョーラトゥエクラファンデーションプライマー01番です。こっちが1700円で、こっちが4000円でございます。でも色が似てらっしゃる。似てらっしゃる。ちょっとデパコスの方は白いかな。鼻のてっぺんでどっちで塗ろうか迷いますね。きれい。日本のりさ。すごい水っぽいんだね、デパコスの方は、うん、こうやって見ると分かんない。うん、ちょっとこっちの方がもうこんなんですね。ペッペッペッ。何面白いですか。何なんですか。うん、引きこもりだからですかね。あ、間違いないですね。一番 UV カットだ。カーテンは閉める、雨戸も閉める、雨戸も閉める。違いました。なんか全然やっぱノリが違うかも。こうなんか同タイミングで比べることないけど、ちょっと違うわ塗ってる感じ。よし、変わんないね、あんまり。うん、下地はね変わりません。じゃあファンデいきまーす。えい、こっちセザンヌクリーミーファンデーション680円です。でこっちが RMK ジェルクリーミーファンデーション、こちらが5000円でございます。あ、でもなんかつけた感じ違う。うん、色が色がね、確かにこれちょっとつけた感じ違うかと思った。つけた感じは、なんかどっちもわかんない。今んとこあんまり変化はない。あの、この触った感じももちろんですか。なしだそうです。はい、じゃあ次パウダー、こちらプチプラが素顔シフォンパウダー1380円、こちらコスメデコルテフェイスパウダー、こちらが5000円でございます。5000円ですね、今のところ。大体は5000円前後と1000円前後。あ、やっぱパウダーは違いでそう。ちょっとでもそこめっちゃいいからね、プチプラでも。うん、あ、でも色似てるね。なんか全体的にやっぱピンクっぽいのがやっぱりちょっと、それはラメが入ってるんだね。わかります、見て。うん、すごい違う。見る。あ、ほんとだー。で、これすごい可愛い。黒サラサラ使い心地は一緒です。あ、一緒。デパコス側がピンクのラメが入ってて、うん、内側が入ってないプチプラです。はい、次じゃあアイブロウ、こちら、お、来ましたね、プチプラの殿堂キャンメイクさんミックスアイブロウ、こちら600円です。安いな。はい、でこちらイプサアイブロウクリエイティブパレット4200円です。アイブロウ4200円もいくんですね。すごいですね。じゃあこっちキャンメイクから描いていきます。
はい、じゃあ次デパコスイプサ使っていきます。どうなりますか。なんかチップも4種類入ってる。めっちゃ時間かかりました。平行太眉にしてみました。イメージがあった。あのチップとかそういうものの違いですね。つけた感じ眉毛わからんよね。うん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 。はい、ということでじゃあ次アイシャドウ。アイシャドウはなんか違いそうですね。はい、こちらプチプラがエクセルスキニーリッチアイシャドウ、こちら1500円。こっちがルナソルスキンモデリングアイズ、こちらが5000円です。じゃあプチプラからやってみましょう。それはプチプラでもラメが綺麗。やっぱ、デパコスは基本チップが2個入ってる、あれでも、わからんけど、わかりますか。ラメが、こっちの方がなんかいろんな大きさが入ってたりとか、こういう違いかな。はい、で次アイライナー。はーい。こっちがセザンヌロングフィットライナー580円です。こちらがアディクションリキッドライナー、こちらが2800円でございます。これアイライナーなんですか。すごい。うわそっちはい、じゃあこっち口プラから塗っていきます。濃さが全然違うね、今回は。うん、じゃあセザンヌ好きだけどね、この薄い感じ。薄い。こっちの方がもう黒って、うん、はっきり黒って感じです、うん、はい、じゃあ次マスカラいきます。こっちがさっきと一緒、セザンヌさんグラマラシカールマスカラ580円。こっちがシャネルさんですね、イニミタブルエクストレムノワールピュール。すごい名前。すごい名前、なんか全然聞いたことない国の人の名前。次4200円でございます。はい、じゃあ塗っていきます。プチプラから。はい。100円。安い。これめっちゃいいやつ。チルシチュアートレイヤーブラシコンパクトチークカラー、これ500円です。次チルデパコス。なんでデパコス？デパコスいきます。あ、チークはね違うわ。ちょっと見てみて。あ、なんかツヤ感っていうかさ。なんか違うわ。確かになんか光ってる感じがするかもしれない、うん、急になんか立体感が出た。次グロスですね。はい、こちらプチプラがロレアルパリさんのユイルカレス1700円です。半々で塗るの難しくないですか。あ、そうや、頑張ります。こちらイブサンローランのボリュープテティントインオイル1700円です。でもなんか似てる。本当だ、似てる。
一緒だ。デパコス行きます。うがってかわやってやるね。あれもうね、グロスだからね、そんなに色があるわけでもないから。確かに。はい、完成です。お、ちょっとおばさん、いや、まだ言えん。いやこれどっちが半分ずつこう安い化粧品と高い化粧品を使ってるんですけど、どっちが高い顔だと思います？うーわ、むずい。これ間違えたらもう安い女やで、今日から。そう思うしたし。いや、この前自分のポーチ見たらキャンメイクばっかりやどっちも。そうなのよ、綺麗なんだよな。そうなのよ、めっちゃわかんねえな。じゃあ高いと思う方、デパコスを使ってると思う方をせーので。はい、見てください。せーの。おお、ピンポン。わー、よかった。何が決め手でした？ツヤ感。そうなのよ、ツヤ感が思ったよね。うん、なんかこっち側のツヤ感があって、こっちの方がちょっとなんか潤いがない感じだし、そうなんかやっぱこっちの方がカバー力がある気がするかな。メリハリがあるよね。うん、あとはなんだろう、リップの発色と潤いが保たれてるのはこっちだから、うん、だからあっちかなと思った。YouTuberっぽいこと言うよ。全く美容系の動画上げてないの。やっと正解。すごい、ありがとうございます。今日このぐらい悩むぐらいわからん。ということで、合計金額なんですけど、プチプラが今回使ったの全てが9520円で、デパコスの合計が38500円でございます。大して変わらないんだね。そうだ。わ。3万ぐらい違いますよ。3万違う。なんかされてる側としては全然なんか全然わかんなかったんで、うん、私は全然プチプラでも全然全然全然前世の話前世の話前世って感じでした。そうでしたね。そう、多分これオチとか水とかそういうのになってくると多少差が出てくるのかもしれないけど、今のとこね全然前世でした。ということで、ぜひみんなも使ってみてください、どっちも。はい、という感じで今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今回の企画はですね、プリクラの落書き方法。リップのやろうか。すごい、なんかアメーバついてるみたい。あんな真剣に待ってますね。